はじめまして。で、いいのか。フランチェスカ・カルディナーレだ。以後よろしく頼む。職業はマフィア。イタリアのカルディナーレファミリーといえば聞いたことがあるだろう。そんなに胸ばかり見るな。恥ずかしい。今は故郷を離れ、雄一の家で生活をしている。フィアンセだからな。私がフィアンセだ。どこぞの女が雄一の嫁だと名乗っているが、あれは気にしないでくれ。ただの妄想だ。趣味といっては彼らに失礼かもしれないが、鳩を飼っている。鳩はいい。真っ白な羽、愛くるしい瞳。日本では確か平和の象徴だったな。私の大切なファミリーだ。それに食べると美味しいしな。どうした？変な顔をして。私は何か変なことを言ったか？どうやら時間が来たようだ。名残惜しいが、これで失礼させてもらおう。ん？雄一ではないか。何？これからお風呂？そうか。では私も入らせてもらおう。何遠慮するな。それでは服を脱いで。なぜそんなに顔を赤くしている？裸の付き合いと言うではないか。